中 CG タイムが。ん？これずっと出るんですか？前の番組のタイトルが残ってる。FM ギノワンお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は、こちら午後5時を回ったところでございます。ギノワン市キユナギノワンヒルズ通りの高台にスタジオがある FM ギノワンよりお送りいたします。サザンブリーズ水曜日、お相手は私東克明と、はい、水曜日アシスタントのひーちゃんです。はい、よろしくお願いいたします。さあひーちゃん、はい、あれ声入ってるかな。え、入ってない。おーい、マイクオンなってますか。マイクどこ見ればいいんですか。マイク、ひーちゃんのマイクが、お、あ、こっち、はい、今オンになりました。はい、はい、オフでしたね。オフでした。スイッチがオフになっておりました。はい、改めましてご紹介どうぞ。はい、水曜日アシスタントのひーちゃんです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はね、まあ、快晴なんですよ。とにかく快晴、すごいいい天気、いい天気で、ね、夏休みも終わりに近づいてきて、8月がもう最終週というところなんですけども、はい、だからね、本当はこれね、また、海とかでもね、お送りしたいなというふうに思うんですけども、今日はね、ゲストの方が盛りだくさんというところで、はい、まあ、せっかくなんで、じゃあ、まあ、このスタジオからね、うん、お送りしようというところでございます。うん、はい、今日朝は雨降ってましたよね。うん、そうね、そうだから、だから今日も確か雨の予報だったんだよ。あ、でも晴れたんだ。そう、全然雨じゃなかったってやつね。なんかひーちゃん、また今日はあれですね、個性的な髪型をされてますね。これもう最近なんかもうずっとこんなやってる。なんかもう仕事で出張あげてるから、もうさ、うん、めんどくさくてこんなやつ。めんどくさくて邪魔だし暑いしみたいな。なんかカップケーキみたいになってるもんね。これは一応民謡っぽい髪型じゃないですか。 あ、そうか、確かにそうだ。カップケーキって初めて言われたけど、ごめん、確かに民謡だわ。うちな寒風のつもりなんだけどな。すいませんね、カップケーキかなと思って。そうなんです、はい。さあ、ということでございまして、今日もね、そのひーちゃんと一緒にお送りしていきます。サザンブリーズ水曜日でございます。はい、で今日ね、そのゲストの方が2組いらっしゃるので、皆さんのメッセージね、テーマのメッセージ読めるかどうか分かりませんけども、もちろん募集しますよ。はい、今週のサザンブリーズ投資のメッセージテーマはこちら、夏やり残したこと2018。はあ、もう8月最終週ですか、ね、そっか、もう夏終わるんだ、早っ。やり残したこと。やり残したことね、あります。だって夏ひーちゃん満喫した。満喫したかな。でもあんまり何かや、いや、っていうかひーちゃん場合別に夏とか関係ないもんね。あんま季節意識したことないかもしれない。夏だからこれやろうとか。そうさ、あんまりそういうのはめんどくさい。めんどくさいって言っちゃうの。夏だとか夏だしとかあんまなんないです。めんどくさいってひどいな、またそれ。あんまそういうタイプではないので。まあまあ、普通に楽しく1年通して過ごしてます。いや、いいね。なんかそれはもうそれでも羨ましいわ。そう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 、やり残したこと別にないみたいな感じだもんね。なんだろう、でも夏っていう括りで考えるとやっぱ結構あるかもって思った。やっぱ意識してない分。ああ、そう。そう、 何やりたかったことあったわけ。やりたかったこと、うん、あったかな。でも祭りとか行ってないから。あ、そんなに。そうなの、結局行ってないの。なんかあんまり大きい祭り行ってない気がする。なんかあれ行こうこれ行こうみたいなの結構あったんじゃないの。ないです。なかったな。確かに、なんだろう、やり残したこと。夏、そっか、ちょっと考えておこう。はい、ぜひぜひ皆さんも教えてくださいませ。さあ、メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。はい、お聞きの放送はこちら 79.7MHz FM ギノワンでございます。FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信もしております。
FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。たくさんツイートお待ちしております。またサイマル放送もやっております。スマホの場合はリスンラジオ、リスラジアプリで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがございますので、リスラジでは完全に同じ放送をお楽しみいただけます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ今日ね、そのゲスト、はい、2組いらっしゃいますので、2組豪華ですね。豪華でございます。ぜひね、ご紹介していきたいと思いますので、ぜひそのゲストの方へのね、あのメッセージもぜひお願いいたします。さあというわけで、この後5時56分までお送りしますので、よろしくお願いしますね。じゃあ1曲目、昨日いただいてましたジョネーム進撃のめいちゃんさんからのリクエスト曲お聴きいただきましょう。プロデュース48かな、で猫屋。そのままそれ再生はできないですね。はい、一回再生するともうこっちに飛ぶようになっちゃってるので、iTunes から取り込んでから再生になるので、ちょっと時間がかかりそうです。まあ一緒っちゃ一緒。じゃあ言うものを、まあ、これはこれでいつもの理由じゃない。普通に言って、ね、でさらに FM ギノワンではサリティボリューム大会を実施します。大会を実施します。でギノワンしたらこれですっていうことね。同級会とも購入してます。大丈夫そうですか。まあ大丈夫ですじゃあ中澤さで間に入っていただいて、お願いいたします。すいません、メモリー。あ、はい、ありがとうございます。これに2曲。あ、どっちかで大丈夫です。どっちかで大丈夫ですか。はい、わかりました。あ、これで、そうですね。このタイミング、あ、そうか、生なんですよね。そうですね、まあ、だから、まあ、喋りながらバックで流したい。あ、そうですね、はい、じゃあ、しようかなと。なんか流れてれば。はい、わかりました、まあ、その音楽の話したあたりで、まあ、そう、はい、どっちがいいですか。影山ひろのぶさんとダイヤモンドユカイさんなんですよ、うん、どっちがネタ的に、まあまあ、でもどっちもいいっすねじゃあ、2曲流してもらって。わかりました、はい、そうだ、そうなんだ、その方が歌ってるんです。ユカイさん大好きで、この音。CM、 あ、すみません、 CM またまたこっちでね、はい、で最初もしトークの方で CD 流すのでその間にやってもらって大丈夫だと思います。ツイキャス画面見せてもらって
ツイキャスで映像も。あ、映像あるんですね。はい、映像配信。入れ墨ちょっと隠して。大丈夫？大丈夫です。子供のファンとか多いんで。ああ。お母さんがちょっと。会社神戸なんですよね。はい、まだ CM を挟みます。そこはどこに移してたらいいか。そうしましょうか。フォルダの上の方に、うん、お願いします。フェイスブック用の写真も今撮ってる。あ、今撮りましょうね。はい、あ、そっちから入りますか。行きまーす。3、2、1、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、いやいや、分かりました。あ、いいですか。はい、あ、すみません。資料に。金曜日の誘惑もなんか告知で出てましたよね。あ、そうですか。金曜日の誘惑ってメディアンさんの番組に。え、私ですか。あ、じゃないと思いますけど、ドラゴンゲートの。あ、なんか、はい、ね、結構みんなテロみたいな感じで出てるんで。あ、そうなんですか。バンバン宣伝して、この CM で終わりますので、その後ちょっと皆さんのメッセージ紹介してからご紹介いたします。はい、この後この後皆さんのメッセージを紹介してから、はい、ご紹介します。はい、お待ちください。よろしくお願いします。サザンブリーズ水曜日お送りしております。はい、今日ですね、皆さんメッセージいただいてますね、たくさんいただいてますので、じゃあひーちゃん、はい、そっちからちょっとご紹介お願いしていいですか。はい、はい、きまさん、はい、はい、あずまさん、ナイス、ひとみさん、今日も楽しく参加ですよ。ありがとうございます。あずまさんがカップケーキって言った髪、ぎまさんナイス髪って手振ってます。頭ね。はい、はい、えみさんこんにちはって。こんにちは、はい、えみさん、えみさんありがとうございます。はい、大塚健二さん、うん、やり残したこと、うん、てんてんてん、床屋に行かなかった。いや、行けなかったんじゃないな、あなたの髪って自分で突っ込んでるし。もはや、いや嬉しいね、皆さんありがとうございます。シュプリームさんもね、はい、いただいてますね。ありがとうございます。はい、こんにちは。いや、アズマックスですよ。ちゃんとね、出てますよ。ありがとうございます。そう、そしてこちらメールでもね、いただいてます。はい、こちらラジオネーム進撃のめいちゃんさん、ありがとうございます。アズマックスさんとひーちゃん、おつ今日はゲストさん盛りだくさんなんですね。ってで、たまたまネットサーフィンしてたら、え、今回羽衣祭りってないのって。そうね、ねえ、アズマックスさんの司会進行見たかったな。それはね、やれなかったよ。やるかどうかわからんかったけど。
衝撃的に何も言えませんでした。 FM 技能アンさんもしかして何かやるのかな。サマーパーティーも中止になっちゃったし、ね、ビーチパーティーをトロピコとかでやってほしいな。では楽しく聞かせていただきますということでいただきました。そういうのやりたいね。確かにね、やりたい。 FM 技能は何もできてないんですからね今のところ。あ、それこそやり残してるよね。本当だわ、間違いないわ。完全にやり残してるわ。マジ、ちょっとまたそれは、ドンにね、山内さんにね、ね進言しましょう。はい、メッセージありがとうございます。さあ、ではこの時間ですね、ゲストの方お越しになっていただいておりますので、はい、ご紹介いたしましょう。こちら、ドラゴンゲートプロレスからですね、中澤八塚さんでございます。中澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらね、このドラゴンゲートさんはもう今結構いろんなところでチラシポスター貼ってますよね。はい、本当ですか。貼ってます、貼ってます、貼ってますよ。ありがとうございます。あ、やってますよ、はい、9月の1、2と、はい、ね、沖縄でやるということで、はい、いいですね。だってもともとこのドラゴンゲットさんはもう神戸の方ですもんね。そうですね、神戸を本拠としたプロレス団体で、うん、ツアーは全国、うん、北海道から沖縄までやっております。はい、うん、沖縄って結構よく来られてるんですか。はい、そうですね、年に1回はやってますね。あ、はい、一番最初に来たのが2004年、はいはい、でそこから定期的にやってます。うん、はい、うんうんうん、まあ、あのみんなが沖縄に来たいだけなんですけど、大体あれですよね、このバンドもプロレスも、うん、ツアーファイナルってみんな沖縄じゃないですか。そうですね、はい、まあ慰安旅行もわっと盛り上がる。そうです、はい、沖縄盛り上がりますからね。あ、本当ですか。はい、あ、それはよかった。ちょっとあのちょっとお伺いしたいんですけど、はい、まあまあ沖縄にもね、まあ、あの琉球ドラゴンプロレスさんとかあると思うんですけども、はい、このドラゴンゲートさんは、はい、まあ、この特色としてはどういった団体なんですかね。はい、そうですね、あの、まあ、皆さんどうでしょう、プロレスというイメージだと、うん、やっぱりあの大きい、うん、あの男性がぶつかり合って、うんうんうん、あの昔で言うとあの、まあ、血が出るとか、はい、ジョハラントとか、うん、そういうイメージだと思うんですけど、うちの場合は、まあ、身長本当みんなちっちゃくて170ぐらいの選手が多くて、で、まあ、飛んだり跳ねたり、うん、まあ、メキシコのプロレスみたいなのに、はい、その流れで来て、であのお客様もあのそれこそ若いもう方から老若男女、女性の方、大体女性の方半分ぐらいですね。ああ、そうですか。はい、なのであのお子様でも安心して見れるプロレスっていうのをやっております。はい、いや僕も、3、4年ぐらいまで、まあ、関西、しかもまあ西宮、ね、神戸が近いところに、はいはい、住んでまして。そうなんですね。はい、で結構いろんなイベントにドラゴンゲートさんも出てて ね、うん、そうですね、やられてましたもんね。はい、はい、積極的に見てますね。はい、それ見ててもいや面白いなってね、ありがとうございます、見てたんですけども、はい、それがまた今回、はい、沖縄では見れるということでございます。ファイナルなんですか、沖縄が。まあそうですね、ツアーのファイナルに、はい、なっております。はい、じゃあ盛り上がること間違いました。そうですね、間違いないね。本当はね、今日とかもあの選手の方が良かったんですけど、明日ぐらいからパラパラと。あ、そうなんですか。はい、始めるんで、はい、明日から。なるほど。いや、じゃあもう那覇の方がもう屈強な男性たちがそこまで屈強だね。街を街を練り歩く姿が見れるかもしれない、ね、見えると思う。で、先ほどちょっと伺いしてたら、はい、この中澤さんは、はい、ドラゴンゲートの中でも、はい、まあ、ドラゴンゲートレコードって、まあ、音楽を担当されてるってことなんですか。ね、はい、団体の中に、うん、レコード会社を営んでおりまして、はいはいはい、で、まあ、うちの選手の入場テーマ曲とか、はい、まあ、あと、まあ、CM ソングとかそうなんですけど、音楽制作をしております。あ、そうなんですね。はい、それで、まあ、結構どういう、まあ、いや入場曲とか、じゃあもう本当にこだわって。そうですね、うちは全部オリジナル曲を作って、原版も全部うちで管理しております。はい、はあはあはあ、でね、今ちょっとこの楽曲をちょっと2曲ほどね、はい、あのいただきまして、ちょっとかけたいなと思うんですけども。 ありがとうございます。はい、じゃあどうしましょう。じゃあこちら、ドラゴンストーン、はい、はい、2007、はい、これまた歌ってる方はジャムプロジェクトさん、はいはいはい、影山博信さんを中心としたメンバーの方に、うん、歌っていただいてますね。あの要はアニメソングの、そうですね、ドラゴンボールの、ね、はい、チャラヘッチャラ方ですね。じゃあそれは聞くだけでバッと盛り上がりますよね。そうですね、もうオープニングテーマで、あ、はい、2007年から使っておりまして、ちょっとじゃあちょっとだけお聞きいただきましょう。はい、
もうこの A メロだけで盛り上がるわ、あの本当もう影山さんって感じですよね。ですよね、はい、うわーやばい。そうなんです、もうずっとお世話になってて、これで始まるわけですよ。そうです、これもう全部のオープニングテーマ毎回ですね。毎回ですか、はい、うわーこれは、いやこのオープニングだけでも価値ありますね。またありがとうございます。ガッて盛り上がりますもん、ね、そうですね。ファンの方はよし来た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 ってなる。そうですね、なんかまあそういう高揚感がある曲をっていうことで最初作ったんです。はい、一気に上がりますもん、ね、テンション。いやーいいなー。なんかでもその従来そのプロレスっていうとどうしてもあの、うん、ハードロック、昔のハードロックとかをテーマ曲とかで使うことがパターンが多かったので、はいはい、なんかちょっとそれを一新したかったっていうのもあって、はい、こんな感じの曲を作っております、ね、いやだってもうこれも聞いてたらもう本当にもうもうお客さんもテンション上がるし、うん、でなんかおそらく出てくる選手の方々もよしやるぞって始まるぞってね。そうですね、もう結構もう10年以上使ってるんで、うん、もうなんか会社の社歌みたいになっちゃったじゃあもうみんなでこれも大合唱したりそうですね、歌っていただいても、はい、いやじゃあもうこの聞いてるなんかこのお客さんのとことかもなんかちょっとしたもうライブ会場みたいな。そうですね、うちはあのそれこそスタッフがほぼあの音楽畑の人間なので、照明スタッフに関しても特効スタッフに関しても、なので多分ライブに近いというかライブですね。ですよね、はい、そんな感じです。あそうか、じゃあまあそのまあプロレスラーの方々もいるし、もちろんそういうノウハウもありつつ、さらにあの音楽っていうところで噛み合わさってより、まあ、エンターテインメントの、ね、そうですね、はい、時間になっているというか、なんかその例えば歌テーマ曲歌ってくるミュージシャンの方とかも、うん、あのロック畑の人を中心に、まあ、あの集めてる感じなので、はい、そうです。そのミュージシャンの方って他どなたいらっしゃるんですか。まあ、あとは、まあ、この後かけていただくあの、うん、ダイヤモンドユカイさんとか、うん、あと世代的にちょっと分からないですけど、ガスタンクのバキさんとか分かります。もうそれこそあの X ジャパンのファーストアルバムのコーラスを全部担当したもう方とか、すごい、結構そうですね、ロック畑の人は揃ってますね。あ、じゃあもうそのロックファンも楽しめますね。そうですね、聞くだけでも、はい、だってこれらの曲ってまあまあその会場でしかほとんど聴けないような曲ばっかり、ね、はい、そうですね、まあ、CD とかも出てるんですけど、うんうん、大体あのプロレスって昔からあの版権の問題でこう映像になると音楽カットされたりとかするんですね、うん、それがないようにその現場までうちで作ってっていう形を撮ってたんで、はい、でじゃあ今のねこの話題いただきましたこちらダイヤモンドユカイさん、はい、オープンザドリームゲート、はい、なんかヒーローが登場してくるって感じですね、はい、これもダイヤモンドユカイって感じです ね、 ね、はい、いやいいな、なんか、うん、まあ、先ほどももちろんジャンプロジェクトもそうだし、このダイヤモンドユカイさんのこの曲もなんか本当に子供たちもこう楽しくなるような。そうです ね、 ね、あのまあロックといえどもやっぱり分かりやすいのが一番だと思うので、うん、はい、あのもうみんなにが分かりやすい音楽を作ってます、うん、はい、うんうん、いやいいですね。じゃあちょっとこの9月1日2日は、はい、このちょっと音楽にもねちょっと聞いていただきまして、ね、楽しんでいただきたいなというところでございますけども、はい、いやいいです、面白いね。ね、なんかすごい、私東さんプロレスとか結構詳しそう。いや、まあ、まあまあまあちょっと普通ぐらいですけど、うん、あんまりでも見たことないでしょ。ないんです。なかなか今あの見る機会がないですよね。そう、あのテレビでもやってないですし、です、ね、すいません2曲もかけていただいて、いやいやいや、ありがとうございます。
そうなんですよ、本当にもう今テレビでやらないので。なんか昔夜中とか結構やってましたよね。なんか夜中やってる時私見てたんですよ。あ、実際見てみたいなとか思いながら夜中ひたすら見てたことあるけど、でもやっぱ詳しくないのでいやでも全然あの詳しい必要とかないと思うんですよね。そうそう、はい、もう来てパッて見て楽しいっていうのがプロレスだと思うんで。確かに、はい、エンターテイナーテイメント的な感じってもう見れるし、うん、でだって今またおっしゃってたそのドラゴンゲートさんは特にさ、ね、アクロバットのところをあの重視されてるってところだから見て、うん、見てって、うわそんな動きするのっていう、ね、見てみたい。本当もう単純に見て楽しんでいただくっていう形で、うん、全然あの古くから見てたからとか全然そんなのは関係なく、うん、もうパッと見て楽しんでいただけるような感じのプロレスですね、うんうん。じゃあ、 まあ今回のこの沖縄の大会で、はい、まあ、たくさんレスラーの方来られて、はい、まあ、もう皆さん注目してほしいとは思うんですけども、はい、まあ、中澤さんの中で、まあ、この選手のこれちょっと見てほしいなっていうのがあったりするんですか。今回の、まあ、9月の1日と2日、土曜日、はい、日曜日なんですけど、はい、実はあの対戦カードがまだ発表されてないんですよ。なるほど。で、始まって入場曲が鳴って誰かって分かるっていうシステムなので、そうなんです、はい、その時点まで誰が出るかっていうのは分からない状態。あ、出場選手も分からない。そうですね、はい。あ、そうなんですか、はい、じゃあそれはまた楽しみですね。一個のところで、はい、うちも一選手に一曲そのオリジナル曲があるので、うん、イントロ鳴った瞬間にあ誰だっていうのが分かるような状態にファンの方はなってる感じです、うん、はい。へーいや、いいな。じゃあファンの人たちは本当それでまたピンときて、ね、より楽しめるんですけど、ね、でも初めて見てもね、楽しめるということでございますので、うん、いや嬉しいですね。で、こちらの沖縄大会が、はい、詳細じゃあお伝えしていただいてもよろしいでしょうか。はい、9月1日土曜日が、18時から、はい、日曜日が13時から、松山の名村ホールにて行います。はい、はい、当日券も通売される予定だと思うので、ぜひ来てください。はい、なるほど、はい、分かりました。今まだ前売りはあるんですか。はい、チケットピアで、はいはい、前売りは売ってます、はい、で当日は多分おそらくですけど残ってれば当日券を、発売します、うんうんうん、はい。席のまたこう種類はあるんですかね。そうですね、また前の方とかも売れてちゃってると思うので、ただあの会場も見やすい会場なので、うん、はい、どこからでも見やすいと思います、うんうん、はい。まあ、名村ホールといえばね、はい、もう那覇のその松山ど真ん中、ど真ん中のもうど真ん中なんですね結構そういう試合会場としては、はいはいはい、まあ、老舗の、ね、もう松山なんて言ったらもうひーちゃんの遊びどころですもんそうなんですね。1日2日は多分絶対ね、打ち上げとかで多分いるんでしょうね。あ、そういう場所ですね、あ、もうそのまま、ね、なるほど、まあ、そうね、練り歩いてるんでしょうね、もしよかったらそのままね、ひーちゃんが案内してあげたいですよ、松山の街をぜひお願いします案内したいですよ、そっちなんだ自分があの民謡やってるお店に招待するとかじゃなくて、ね、それもいいですね、それもいいですね、民謡酒場でも、はい、パオム歌ったりとか三振りやつ、ね、あれ三振で高いですよね。そう、ピンキリですよ。あ、そうなんですね2万か何百万までなるほど、確かにそう、そっか、なるほど、松山でなんですね。そうなんです、あ、はい、ちょっと行きやすいな、ぜひぜひ遊びに来てください、はい、こちらメッセージで大塚健二さんがありましたよければ、ひーちゃんさんをラウンドガールというもので採用してくださいってなるほど、あのプロレスプロレスはラウンドないんですよね、はい、ラウンドないよね、それボクシングでしょ勝手に作って私がもカードを持ってこようかラウンド関係ないしなるほど ありがとうございます。はい、大塚さん今回厳しいでしょうか、ツイキャス放送、いやそれなかなか難しいわまあでもね、なんかでもいろんなところでまたこの FM 技能ともね関わらせていただいてね、せっかくこうやってゲストに出ていただいたんでね、うん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 、やりたいなとは思うんですけども、あ、ありがとうございます。はい、ということでございまして、本日ですね、こちらいただきました、ドラゴンゲートプロレスからですね、はい、中里さんでございました。中里さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、9月1日、2日お願いします大丈夫ですか、お伝えしたいの。ありがとうございました。いやー、1日行きたいな。もうぜひぜひ。私、夜ですよね、18時、はい。ありがとうございました。
すごいですね、転換みたいな。そうそう、3人、3人そうだね、だからマイクもう1本用意しないと3人いるから、大丈夫、まずニュース先読もうか。あ、OK です。今とりあえず先にニュースを読もう。 今からいける？どっち先がいい？どっちでもいいですか？どっち先でもいいよ。ボーリングだけセットでしてくれたらいいと思います。お願いします。FM ギノワンニュースでございます。西日本豪雨災害義援金のお知らせ。2018年7月の西日本を中心とした大規模豪雨災害により各地で甚大な被害が発生しております。そこで FM ギノワンでは被災された方々を支援するため、ギノワン市民の方々にとどまらず多くの方に広く呼びかけ義援金を受け付けております。皆様からお預かりしました義援金は宜野湾市社会福祉協議会を通じて被災地校に活用してもらう予定でございます。 FM 宜野湾での西日本豪雨災害義援金の受付は口座振込も行っております。口座番号は沖縄銀行1855259、口座番号1855259、株式会社 FM 宜野湾でございます。義援金の受付は9月15日の土曜日までとなっております。はい、また局にこちら箱も置いてありますので、ぜひ義援金のご協力お願いいたします。もう一つですね、宜野湾のニュースお知らせがございます。チャリティーボーリング福祉バスへストライク。はい、こちら市民の皆様に気軽に集える場としてチャリティーボーリングを実施しております。本収益は地域福祉団体などが使用する福祉バスの購入費用に充てていきます。期間が平成30年7月1日日曜日から来月の9月30日日曜日まででございます。場所は宜野湾ボールレーントゥセントラル町なとボールでございます。参加費用は1500円、2ゲーム代の靴代別でございます。はい、でこちら FM 宜野湾チャリティーボーリング大会のお知らせでございます。宜野湾市社会福祉協議会さんは福祉バスの老朽化に伴い購入資金確保の取り組み中でございます。今年で最終年を迎え180万円が目標でございます。そこでみんなで楽しみながら福祉バス購入実施に協力しましょうということで、こちらの日時は9月15日土曜日18時30分から、場所は宜野湾ボーリングでございます。料金の方は2ゲーム代込み1500円。こちら懇親会もございますのでよろしくお願いいたします。定員は40名となっております。お申し込み先はFM ギノワン797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 電話番号の方は 098-943-0094、 943-0094 でございます。よろしくお願いいたします。はい、みんなで、ね、楽しみながら、はい、地域に、ね、貢献しようということでございますので、皆さんぜひ、ね、お申し込みをよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。以上 FM ギノワンニュースでした。ではここで1曲いきます。ラジオネーム進撃のめいちゃんさんからいただきました、またリクエスト曲です。こちら吹きで星が降る夜。
礼します。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、ズマに。ユーストリームですか。あ、ツイキャスとユーストリームが全部配信されてます。映像も。じゃあ、真ん中じゃないですか。じゃあ、真ん中。そうしたら真ん中がいいんですか。うん。あの、組織の説明するか。すいません、頼むことに。お、映ってますね。あ、つけた方がいいですね。あ、どちらでも大丈夫です。よろしくお願いします。ユラミネと申します。はい、よろしくお願いします。申し訳ないです。マイクの本数を確認で、こちらがご用意できます。2本だけなので、1本外していただいて、中で共有して、外しちゃったので、はい、共有していただければと思います。はい、大丈夫です。お願いいたします。これ皆さんどうご紹介したらいいですかね。JC なので、あの日本青年会議所沖縄地区協議会沖縄ブロック協議会のみんなみたいな感じで。なるほど、はい、すいません紛らわしくて、ちょっとロゴの名刺渡してしまって、どうしようかな。じゃあ、平良与那嶺中曽根の順で話します。あ、わかりました。で、じゃあ、それぞれが皆さん多分おそらくバラバラだと思うので、片行きとか、なんで、あの、じゃあ自己紹介お願いしますっていう形で振りました、はい、振りますので、で、どこどこの、平良ですみたいな感じで順番にお話しいただければな。で、そこからお話しさせていただきますので、はい、こう、あ、そうそうそうです、もうちょっとずらします。あ、こんな感じで、ありがとうございます。確かに、確かに落差がゲストだからプロレスラーの方からJC の方から確かにそうですね。Facebook もあのうちやっておりまして、広告用に写真撮ってもよろしいですか。あ、はい、プロレスを地域につくか知らないです。では、行きます。3、2、1。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。大丈夫です。写真撮って、ゲートのページを撮って、写真お願いします。はい、よろしくお願いします。今 CM 入りましたので、この CM 明けにご紹介します。はい、します。はい、沖縄120、140万件の県民が聞いてるんですよね。いや、それだけ、それ以上。あ、そっか。ツイキャスで映像配信しますから。今、内地の人たちもみんな。世界が来てます。世界70億人が。今、声も全部入ってますから。あ、本当に。大変。ドキドキするもんね。いや、全部入ってます。リアルタイム、今そうリアルタイムでメッセージになってる。JC の話したら、この人生送りバントさんがね、役所感まあそう言われてみればそんな感じ、まあまあそうだね、ラクサスと分かりうし与那丸 JC の方々とつながってる。こういうリアルタイムの反響って嬉しいですね。うん、
ちゃんとね、聞いていただいて、これからも叩かれ始めたら、喋れなくなってくる。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。お、モナマル。誰ですか。誰だろう。今日ここにいますけど。リアルドキュメンタリー作成だったからですね。すごいですね、まあ、ちょうどそういうような内容が藤田ちゃん今回のフォーラムに、はい、うん、サザンブリーズ水曜日お送りしております。はい、今日はねもうゲストの方々だらけということで失礼いたしました。もうくしゃみをしてしまいますたくさんねいらっしゃっていただいてるんですけども、先駆けてツイキャスではね映像が映ってるんですけども、シュプリームさんからのメッセージで、今映ってる方々はひーちゃんの元彼軍団ですか。そうです、そうですか、順番に並んでもらいました。順番に並んでもらって歴代順で。あ、そうなんだ。すごいな、現役まで連れてきちゃった。元じゃないね、もうすげえノリがいい。嬉しいですね、ありがとうございます。じゃあちょっとお一方ずつね自己紹介していただきましょう。ではお願いします。はい、皆さんこんにちは。公益社団法人日本青年会議所沖縄地区協議会の平と申します。今日はよろしくお願いします。お願いします、はい、そしてはい、私、公益社団法人日本青年会議所沖縄ブロック協議会の与那峰と申します。よろしくお願いします。お願いします。あ、同じく、中曽根と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今日はねお三方登場していただきまして、まあ、お話伺っていくというところなんですけども、まあこのねイベントが盛りだくさんというところで、早速ね聞いていきたいなと思うんですけども、まずあれですよね、どういった方々かっていうところですね。はい、今ですね自己紹介した通り、公益社団法人日本青年会議所という組織なんですけども、通称 JC っていうふうにお聞きお呼びの方がいらっしゃるかと思うんですが、はい、なかなかな聞いたことないっていう方もいらっしゃるかと思いますので、うん、この日本青年会議所っていうのがですね JCI っていう世界的組織のうちの日本の中の組織っていうふうにイメージしていただいて、うん、さらに日本の中でも、まあ、日本中にいろんな組織がある中で沖縄県内で10カ所の青年会議所っていう組織があります。まあ宜野湾青年会議所さんだったり、私は島尻青年会議所という南部の地域で、うんうん、彼はうるま、浦添っていうふうにそれぞれの地域から来ているんですけども、はい、その県内10個の青年会議所が集まった組織が先ほど紹介させていただいた沖縄地区協議会、はい、沖縄ブロック協議会っていうイメージですね、うん、そういった組織、まあ、みんな我々実は本業はしっかり持ってまして、まあ、彼は土木関係のお仕事、彼は保健関係のお仕事、私は、介護、福祉関係のお仕事をさせていただいてまして、はいはいはい、まあ、その本業を持ちながら住んでる地域の、うん、皆さんのためになるようなことをですね、うん、我々青年と言っていいかどうかわからない顔ではあるんですけども、十分青年ですよね、若い目線で。そうですよ、はい、我々の中40歳まで。そう、全然大丈夫です、はい、20歳から40歳までの組織なん で、ね、40歳までは青年と言い張ります。間違いないです。そういったですね、まあ、青年目線で地域の課題を見つけ出して、うん、こういった方が地域が明るくなるんじゃないか、うん、豊かになるんじゃないかってことを考え出して実行する組織ですね、はいはい、で今日ちょっとお邪魔させていただいたのは、はい、その中で先ほど県内10カ所の青年会議所があるっていうふうに申し上げたんですが、うん、その中で、ブロック大会っていうのがありまして、各都市持ち回りでその地域の魅力を発信していこうというのが10個の青年会議所1年ごとに持ち回りでやっていくというものがある、はい、ある中で今回は糸満青年会議所さん、うん、糸満と豊見城市、そして八重瀬町を主管とする青年会議所さんなんですけども、そちらの方で我々青年会議所沖縄中のメンバーが集まって糸満の魅力を発掘していこうっていうブロック大会が行いますので、うん、はい、その中であるフォーラム、うん、2つの告知に参りましたので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。では早速まず1つ目お願いいたします。はい、1つ目の告知をさせていただきたいと思います。はい、
はい、糸屋 DMO フォーラムということでですね、うん、まあ、この糸屋という、造語にはなるのですが、糸満青年会議所さんのエリアで行うことということで、糸満青年会議所さんの、活動エリアがですね、糸満市、豊見城市、八重瀬町ということで、うん、この西一町で活動しています。その中でですね、地域の魅力を発掘して、地域の声を取り上げるというようなイベントをですね、まあ、4月8日に行った、うん、その事業との連携フォーラムになるんですが、まあ、この先だって行われた糸屋、糸満青年会議所さんが行った、地域の魅力発掘事業ということでですね、糸屋会議というんですけど、まあ、そこでですね70名近くの市民に集まっていただき、まあ、西一町ですね集まっていただいてですね、まあ、他の地域からわからない地域独特の魅力の発掘、またその連携がどうやってできるか、どういう人とつながれば、事業ができるかというようなですね、ことで、まあ、声を上げていただきました。まあ、ということで、西一町の、地域の方々が、まあ、望むというようなことが、うん、まあ、行政区域を超えたですね、地域間の連携を、どんどんやっていきたいということで、うん、はい、例えば、まあ、瀬長島があったり、まあ、西海岸道路がよくつながっていたりですね、うんうん、まあ、古民家が多いとか、まあ、ただ、魅力があるんだけどその連携ができてないよねということであったので、まあ、今回のフォーラムではですね、まあ、DMO フォーラムという通り DMO という組織がですね、うん、ヨーロッパとかで、まあ、発祥したものにはなるのですが、まあ、隣接する国や、市町村、まあ、この行政区域をですね超えた観光資源の発信をしないと、まあ、各団体ごとで、まあ、観光資源の PR を行ってしまうとですね、まあ、入費観光客の取り合いになったり、魅力の取り合いということで、まあ、情報が煩雑になるということで、うん、まあ、国外ではもうすでにですね、国をまたがるような、観光資源の、まあ、情報発信企画立案ですねまでやってもう収益を上げる組織ということで、DMO というような組織がまあ活用されているということですね、まあ、近年日本でも日本版 DMO ということで、まあ、日本各地でまあそういうことが取り入れられています。はい、まあ、有名なところで言うとまあ瀬戸内 DMO ということで、瀬戸内海を囲むあの四国とか、九州地方とかですね、はい、そういうところがもう一つのブランドとして立ち上げて、瀬戸内というブランドでもう、はい、もう PR に成功しているという、まあ、事例もありまして、今回はまあ、糸満市、豊見城市、八重瀬町に着目しまして、県内南部で観光資源を稼ぐ力に変えていこうということですね、DMO という組織を立ち上げられないかという。なるほどね。はい、まあ、ということでですね、じゃらんリサーチセンターからですね、センター長である、沢登り、さんを、呼んでですね、講演いただくと、うん、まあ、でその先だって行った糸屋会議で得られた考えをですね、どうやって DMO につなげて、まあ、活用できるかっていうようなことになってますので、うん、まあ、そういったことを講師に公表いただこうかと。はい、でその後にですね、まあ、これも企画立案で、まあ、工夫したんですが、そこに実際に糸満市、豊見城市、八重瀬町の、西一町のですね、市長、町長を呼びまして提言書の提出まで行っていこうと、うん、ちょっとやりたいことをいろいろ入れたフォーラムになるんですけど、はいはいはい、まあ、そうですね、まあ、来場された暁には、県内各地のですね、地域活性の、ヒントにもなると思いますので、うん、まあ、観光事業者、行政の方ももちろんなんですけど、まあ、そういった地域活性にですね、いろいろ活動されている方、うん、いろいろ参加いただきたいと思います。よろしくお願いします。いやーすごいですね、まあ、いろんな取り組みやっぱり必要ですもんね。はい、そうですね。地域がね、まあ、はい、一つのところだけじゃなくていろんなところと、まあ、あの競合一緒になって、はい、いろいろね広く、まあ、やっていくというところで、はい、そのフォーラムがまたあるというところでございます。あ、入場料は無料です。いや無料、これ大事、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。でまた同日の、ね、お昼以降にもまたあるということで、はい、お願いいたします。はい、ですね、先ほどのご案内させてもらったフォーラムというのが富城市立中央公民館、はい、あの AKB の選挙やったところ、あ、はいはいはい、そこで11時から行われるんですけど、はい、私たちのフォーラムというのはその後、はい、14時から同じ会場で、行います。でどういった内容かというと、人生送りバントさん見えてますか？しっかりとね出しますよ。ですね、内容というのは1部と2部のフォーラム、2部構成のフォーラムなんですが、まず1部というのがですね、
堀潤さんという元 NHK のアナウンサーの方をお招きします。で、このフォーラム全体の内容としては未来への道しるべということをメインのテーマとしております。で、この堀潤さんを招いた理由としてはですね、今情報化社会、いろんな、メディアとのお付き合いの仕方、トランプさんがよくフェイクニュースとかいろんなマスコミの方と戦ったりしますけれども、はいはい、このいろんな情報があふれている中でどういった情報を自分たち取捨選択していくか、このメディアのとのお付き合いの仕方っていうのを、日本の国営放送である NHK でキャスターをされていた堀潤さんが、お招きしてお話していただきます。はい、先ほど東さんもちょっと興味があるという。そうなんですよ、堀潤さん幅広くね活躍されてて、もうお話も面白いですもんね。多分皆さんの身近のお話言ったら、あの日曜日にやってる松本人志さんのワイドなショーを、よくご出演されてるので、あのお目にかかったことはある方も多いかと思います。はい、でその方との、イエス・オア・ノー、あなたのアンサー、メディアとのお付き合いっていうテーマで、フォーラムを第1部として、していただきます。で第2部は、第2部はですね、これはですね、沖縄にルーツのある美女3人を、この美女っていうのはいろんな中で、ご出演の依頼をかけた中で美女が集まったんですけども、結果としてですね、まずお一人がですね、大庵綾子さんという方で、あの瀬長島の台湾夜市とか、そういったものを手掛けてる方、やってましたね、そういえば、結構ですね、この大学生とかの方で、はいはい、キラキラ女子という中ですごい有名な方です。そして二人目がですね、上間綾乃さん、綾乃さん大好き、ご存知ですか、三振、そう三振の、もう僕も知ってます。こちらにも何度かお伺いしたこともあるんですけど、ああそうですね。で3人目がですね、中本ゆりかさん、はい、この方はミススプラナショナルという世界五大ミスコンと言われているの一つの、今回ですね日本代表になっている方です。そうなんですね。で世界大会を控えておりまして、でこの3人の方に共通することっていうのは、沖縄にルーツがありながら、沖縄にルーツがあって世界、また沖縄から出て世界と戦っている方というか活躍されている方、でそういった方々にテーマとしてですね、私たちの沖縄、そしてこれからの沖縄、みんなのエールっていう風なパネルディスカッションを予定しています。で皆さんの目標となるという目指している姿と重ねながら、このいろんな人の話を聞くことができるんじゃないかなと。そこに第一部でお話しいただいた堀潤さんもご一緒してもらいながら、いいですね。なんかこれをなんかこういう今の登壇される方々とかのお話、ね、どういう方っていうのを聞いてたら、本当になんか若い方々もなんかね、が楽しめるような、頑張ろうっていうね、やるようなね、だってこの若者応援未来への道しるべってね、ドーッと書いてますから、今考えることの大切さ、君たちがいれば沖縄はさらに熱くなるっていうサブタイトルあサブタイトルです。サブタイトルで、ただ若者応援っていうふうに、テーマとしては掲げているんですけれども、先ほど東さんのようにですね、このメディアとのお付き合いの仕方っていうところで、堀潤さんの話が気になるとか、聞いてみたいとか、なので若者に限ったことではなくて、これから皆さんにとって、聞いて楽しい、考えるきっかけになるフォーラムになるかなと。ただですね、有料です。そうですね、有料です。はい、こちらはもう入場料、入場料1000円となります。はい、でチケット前売りであるというところで、こちらがそれぞれ、宮脇書店の7店舗ですね、早原店、ケイズカ店、大山店、三里店、そしてイオン名護店、イオン富城店と、さらに純駆動那覇店でもチケット取り扱いしているというところでございます。こちら9月1日土曜日の14時から16時、同じく富城市立中央公民館にて行われます。はい、もちろん当日券も準備、まだ若干残っておりますので、はい、ありがとうございます。いやちょっともうお時間迫ってきてしまいましたんですけども、たっぷりとお話またいただきましてありがとうございます。ちょっとまた僕も足をねできれば運ばせていただきたいなと思っておりますので、はい、というわけでございまして、お三方ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけでサザンブリーズお別れの時間でございます。皆さんまた明日も、この後も引き続き FM ギノワンでお楽しみくださいませ。ではさようなら。さようなら。さようなら。待ってます。すいません、最後ちょっとドタバタと、ありがとうございます。ありがとうございます。申し訳ないです。
ありがとうございました。はい、ちなみに人生送りバントさんが前売り視聴者プレゼントありがとうございますと書いているので、はい、もうこの際お、どうしようかな。え、サザンブリーズを見たとお声掛けいただければ、はい、当日受付がありますので、はい、サザンブリーズ見ましたっていうふうに言ってもらえれば、はい、先着5名様お当日券をプレゼントさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと明日もまだ番組僕もありますので、そこでまたご紹介させていただきます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。いや嬉しい。リスナーの皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。メッセージたくさんいただきまして、ちょっとなかなかねご紹介できなかったんですけども、またご紹介させていただきますね。明日もありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これお渡ししています。あ、ありがとうございます。います。いただいております。ありがとうございます。今日いただいたメッセージ。エミーさんのやつ明日読みますからね。ちょっと待ってね。はい、ありがとうございます。よし。よし。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。じゃあ、バイバイ。あ、公演聞いてから、ね、いやですね、それはそれがありね、同じ日だから ね同じ日だから、それいいかも。それいいな。これ夜は予定あるんだよね。プロレス